どうもじゃ。こんにちは。鎧沼忠史です。どうもじゃ。こんにちは。ジャストミートアタルです。の嫁です。さあ、本日はですね、2月14日バレンタインデーということで、アタルちゃんこのねこういう 見た目ですけど、女子力高い。うん。ねえ、嫁ちゃんちっちゃくて可愛いけどね、女子力ちょっと乏しいね。うん、女子力ちょっと乏しい。ねえ、拾い食い、毎日拾い食いしてます。さあ、そんなね、汚いおっさんと小綺麗な小娘がですね、くにくんというね、子供にね、児童にね、お菓子を作るよ。幼児にお菓子を作るよ、幼児ね。うん。で、どっちがいいデザートチョコなんだい？うん、どっちがチョコのデザートなんだいっていうね、そういったね勝負だよ。うん、まあ、実はもうできちゃってるんです。実は作っちゃってて、お互い作品はもうあります。もうこれ最後に撮ってます。うん、で、あとはくにくんが、あともうちょっとするとくにくんがね、黄色い幼稚園のバスにギャッと帰ってきますんで、そっからですね、くにくん今日はバレンタインデーだよっつって、どっち選ぶんだいっていう、どっちがいい食べたいんだいっていう、もうね、どっち素敵なチョコなんだい今日はね、うん、ね、選んでっていう。で、もうね、お互い先を冷蔵庫に冷やして、もうね、もうくにくんがね、食ってるの待ってる、なんだろうね、旦那さん待つ新婚の、新妻みたいな気分、二人とも今。二人とも新妻気分だからね、ね。うん、だからね、先にこうバーンと出して、どっちが作ったか言わない。どっちが作ったか言わない。どっちか知ってんだけど、もう見ちゃってんだけど、どっちなんだいって言って、俺がこっちの方が惹かれるなって方が勝ち。いつもの弁当のバレンタインデーバージョンですね。うん。ね、そうだろ？そうですね。うん。ね、さあ、早速ね、もう、さすがにもう作ったんだ。作ったから、あとは待つだけ。うん。じゃあ、早速、待ってみよう！よー！対決ということで、私はくにくんの好きなチョコケーキ。ケーキというか、チョコタルトを作ろうと思います。頑張るぞ！
杯目。どうしてるんだろうね。
出来上がりました。私の、バレンタインチョコはチョコタルトです、これはみーちゃんのアンパンマン好きなのでね、アンパンマンクッキーを乗せたらアンパンマンアンパンマンって言って選んでくれるんじゃないかしらと思ってアンパンマンを乗せてます。これはこっちはキャラメリゼしたキャラメルコーティングをしたくるみです。ちょっとねこの真ん中の失敗しちゃったんですけど、でも結構味が美味しいのでのっけてます、ね、あとはフリーズドライのいちごとかぼちゃの種。さあちょっと私もね食べてないので味見をしてみようかなと思います。ちょっとブルーベリーとかも乗っけてみたので美味しそう。いただきます。美味しい。濃厚です。さあ、くにくんが選んでくれると嬉しいなと思います。ジャストミート、あたるちゃんでございます。さあ、本日はバレンタインデーチョコ対決だそうで、やるからには負けられない。チョコとかね、そんな食べないし作ったことないけど、やるしかないよね、もうね。おかしいかしら嫁ちゃんの一日の長がございますけども、センスでは負けてないと思ってる。だからね、ちょっと変わったね、木を照らっていく AB 型。木を照らよ。で、それしか勝ち目がないね。なぜならもうハッピーターンとか買ってきてるからね。これハッピーターンにチョコかけたらうまいんじゃないかって、このね、安直な発想で、やってます。だからここは合うんじゃねえかなって、しょっぱいとあんまり合うんじゃねえかなってね。そんな感じでね、嫁ちゃんにバレンタインデーチョコ対決で勝とうと思います。さあどうなるかは、神のみぞ知る。というわけで早速作っていきたいと思います。ね。審査員はくにくんとみーちゃんかな。というわけで、頑張ろう。よっ！よっ！私なんか知ったことないわ。
かけて、こう打てるんだよ。音取るんだよ。あ、違う。器の場所もいいんだけどさ。はい、固まりましたね。こんな感じ、アラザンを
ね、練り込んだというかくっつけた。あ、ちょっと分かりづらい。反射で分かりづらい、うん、反社会的組織ね、うん、これね、ホワイトチョコレートで、いちごショートケーキのようにね、あしらってみました。うん、そしてグミをのせるね、なんかもうちょっと作りようあったかな、これ。うん、一個ずつこうグミと、しかもこれね、あれですから、なんだっけ、ハッピーターン。ハッピーターンの上にチョコをコーティングして、その上に、グミを乗せると。ね、三つぐらい美味しい。うん、で、フルグラのね、サクサクの上に、こう、チョコレートをね、コーティング、ホワイトチョコレート。そして、ね、この、俺が欲しかったのはね、これなんですよ、この、いちごの乾いたやつ。うん、これ欲しかった。うん、で、ついでにグラノーラで作るとサクサクになってね、甘くて美味しいんじゃないかな。そんな感じでございます。さあ、これをね、こういうね、これに、おしゃれなやつにね、こう、乗せていくよ。うん。おしゃれなやつに乗せるよ。うん。ね。こっちに。さあ、どうなるかな。うん。負けねえぞ。行ってみよう！ハッピーターンとこれどうなの？グミとハッピーターンとチョコレート、ちょっといただきます。
うわ、うまっ。ハッピータートチョコ合う。そしてグミの食感、甘すぎず、甘すぎずフルーティー、甘ってくるけど、このグミのフルーティーさがいい。このダブルの食感がたまらん。俺、天才かも。うまっ。味もいけてる。じゃあ、じっくり見ていきますか。ね。ちょっとパフェっぽいのと、なんか、果物の盛り合わせっぽくしたのと、フルーツパフェっぽいの作りました。ね。ちょっと近くで見てみる？ね、さあ、どうですか？近くで見たやつ、ね、こんな感じですよ。こんな感じね。どうですか。ね、下はね、なんか落ちたぞ今、ね、こうアラザンとフルーツグラノーラのね、この土台に乗せるというか、いちごショートケーキみたいでしょこれ。これをね思いついたんですよ。でこの黒いチョコレートのね中にいちごショートケーキがあるっていう、これチョコレート、ホワイトチョコレートとね、ドライ乾いたいちごのね、フルーツグラノーラからこうピックアップするっていうね。あんまり持つと溶けちゃうな。熱いこっちゃうよ。すいません。さあ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 、これフルーツパフェっぽくね。パフェチョコ。ただね、こう入れ物変えただけなんですけど、やっぱ下はね、なんだっけ、コーンフレークやないかいと。ね、このパフェの底上げにはコーンフレークが一番やないかい。ね、こう2段にしたらね、出るとこ出られますからね。チョコレートのね、このハッピーターン、下にはこうチョコレートのこう、ね、ちっちゃいのを入れて、でハッピーターンでこうね、その迫力をつけた後、上にいいショート、あ、もうし、ね、ショートケーキを乗せる。こういったね。なんか飛行機はここらへんになっちゃうな。どうですか、こんな感じです。さあ、くにくんはどっちを選んでくれるかな。女子力高めのおっさんとね、お菓子作りが趣味な、趣味でもないかね、まあちょっとたまにお菓子作りをやられるね、嫁ちゃん。さあ、どっちかな。人は外見じゃない、人は外見じゃないぞ。ヒゲのおっさんだろうがなんだろうがね、おしゃれなもの作るぜ。できるかな、いけるか、これいけるか。では勝負に参ろうか。ね、クニコもうちょっと幼稚園帰ってくるからね。さあ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 、いざ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 、せーの、いよ。はい、両者作品が並べられました。さあさあさあ、嫁ちゃんはこちら、ね、最後に焦ったようにね、俺の残ったホワイトチョコレートかけたんですけど、なんかそれが功を奏してるのか、こうダメになったのかはね、こうなん、白蛇がのたまってるように見えますけど、やらない方がよかったんじゃない。さあ、あたるちゃんの、あら、砂糖でしょうね、皆さん、ホワイトチョコやんない方が良かったんじゃん。最後に焦ってアレンジ加えるとね、どうなんでしょうね。まあこれ選ぶのクニ君ですから、さあ、あたるちゃんのはこれ、パフェとサラダ、パフェとパフェ、これパフェだね。あ、フルーツポンチ風とパフェ風、どうでしょうか。さあ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 、どうかな。こんな感じになります。こんな感じですよ。よーし、勝負だ。
どっちを選んでくれるかな、国君は。んこれか。これか。しょーさあ、今日はね、国君のためにね、今日バレンタインデーだから、お母さんとちゃんがね、チョコを作りました。これで、どっちが国君に選ばれるかという、どっちが食べたいかなっていうことでございます。お母さんどっち？お母さんだね。こっちかな。どっちだと思う？どっちだと思う？ちゃんはこっち。どっちかな。ちゃんめちゃくちゃ思う今。さあね、くにくん、ちゃんとお母さんが一生懸命作ったバレンタインデーチョコ、くにくん、食べたいのはどっち？へぇ、食べたいのはどっちのどっち？どっちもいいなぁ。いや、お母さんこっちだと思う。お母さんの方がいいなって言うと、もう作った作品を見て、作品を先食べたいもん、どっちも食べたい。お母さんもどっちも食べたい。少ない方が一番いいね。どっちかし、イエーイ。嘘だろ。あ、クッキーおいしそう。クッキー、クッキー市販です。え、嘘。どっちも食べたい。どっちも食べたい。どっちも食べたいんだよね。どっちも食べたいんだけど、お店に、お店っていうか、まあどっちかしか食べられませんという。いや、ずるずる、もうこっちって言ったし。こっちなの、クッキー。こっち食べたい。食べな、どうぞ。おいしい。ちゃんのもおいしそう。どっちも食べて。じゃあみーちゃんね、みーちゃんね、ちょっと2回戦やろう、2回戦。おお、あ、どうも。おいしい。みーちゃん、みーちゃんとこっち来て。じゃあこれ食べて、テレビ見てる。はい、はい、みーちゃんどっち食べたい？こっちと、どっち、こっちと、じゃあね、待て待て、みーちゃん、こっちとこっち、どっちがね、グミ。もうこっち完全に目に入ってないから。こっちとこっち、どっちが好き？グミ。あ、ありがとう。あ、美味しい、このグミ。お、うまい。お、乗せ替えた。お、みーちゃんは俺の勝ちだな。みーちゃん、こっちは？みーちゃん、こっちは？戻さない、戻さない。みーちゃん、こっちは？みーちゃん、こっちは？アンケン、アンパンちゃんな。こっち食べなくていいの？これ食べないの？いや、勝てると思った。いや、絶対こっちが可愛いよね。絶対こっちが可愛い。絶対こっちの方が可愛い。ありがとう。あ、くれるんじゃないんだ。ね、女子力高いチョコはこっちだよね、絶対ね。女子力だわ。待って、ここ絶対これ女子力でしょ、これ。絶対これ、絶対こっちでしょ。違うの？絶対こっち違うの？違ったね。母さんの選びたいって言ってた。あ、みーちゃん続行やね。みーちゃん続行やね。どうでしょう。で、俺はお母さんの選びたいって言ってたのか。こっちちゃんだよね。お母さんの選びたいって言ってたね。もうなんか、まあでもしょうがないわ、これ。しょうがない。どういうことだろうね。そういうことだよ。いや、それをこう、それを、ちょっと待って、それをね、それをこういうことができなかった俺の悪いね、その、圧倒的チョコ力ならね、そんな関係ないからね。いや、俺の評価は、なんだ、悪いの？俺の評価は悪いの？
甘いよ、すごい。またあ、うまい。やった、うん、うまい。これすごい美味しい。おお。あ、これ好きかも。ほんと、あ、これ曲げる、うん、ネトネトして美味しい。そうね、というわけでバレンタインデーはやっぱり女のイベントだね。負け惜しみ、負け惜しみだよそれは。ありがとうございました。ありがとうございます。また次なんか勝負しましょうよ。次は勝つ。負けない。うん。